さて、時間が空いたし、カラントの調査にでも行くかな。あ、キリト。キリト、探していたんですよ。フィゼルとリネルか。探してたって何かあったのか。ん、この鳥たちはもしかして。そう、前に拾った子たちだよ。大きくなったでしょ。まあすごいな。前に見た時はひな鳥だったのに。大人になったのでキリトに見せに来たんです。さあ、イチッチ、ニッチ、サッチ、ヨッチ、キリトに挨拶しなさい。元気いっぱいだな。それにしても随分と安易な名前じゃないか。わかりやすくていいじゃん。それはそうだが、というかお前たちには4羽の区別がつくのか。ええ、全然違うじゃないですか。羽の模様とか仕草とか食べ物の好みもちょっとずつ違うしね。へえ、2人ともすっかり親みたいだな。正直ちょっと驚いたよ。そうですかね。これくらい普通ですよ。そうだよ、舐めるな。悪い悪い。でも殺し合いが日常だった二人の生い立ちを思えば、鳥を育てたってだけでもものすごい変化に思える。まあそういえばこの子たちを野生に返す時期は決めてるのか。いえ、やっぱり返さないとダメですかね。ダメってことはないと思うけど。でもそのつもりで育ててたんだろ。それはそうですけど。別れるのは名残惜しいよな。しかしこうしてみると二人も普通の女の子だな。うん、まあ無理にとは言わないけど、やっぱり野生に返すのがあるべき姿だとは思うかな。これだけ元気ならたくましく生きていけるはずだ。二人がきちんと育てたからだな。だってさ、どうする、ネル。どうしましょう、ジェル。私はやっぱりみんなには自由に空を飛び回ってほしいかな。そうですよね。それがみんなの幸せですよね。そうだよ。じゃあ今から行こうよ。な、今からか。随分と急だな。リネルはいいのか。はい、大丈夫です。いつかはこの日が来ると思ってましたから。そうか、ならいいかな。場所はどうしましょうか。湖の近くとかいいんじゃないか。見晴らしが良くて飛びやすそうだし。湖いいね、遊べるじゃん。そうですね。最後にみんなと遊んでからきちんと別れしましょう。決まりね。よし、じゃあ行こう。はい、行きましょう。ああ、行くか。あの辺りはまだカラントの調査もしてないし、もののついでに済ませておこうかな。待てって言っちゃったよ。はあ、こういうところはまだ子供だな。あれ、ここにいると思ったのに二人ともどこ行った。リネル、フィゼル、まあ、いないな。あ、
岩場に大きな穴が。あれは洞窟か？嫌な予感がするな。おい、ここにいるのか？この声は魔獣か？もしや二人が。急ごう。リネル、リネル、無事か？あ、キリト、大丈夫だよ。でも、魔獣が。ああ、分かってる。奥にあるのはカランとか。そうみたいです。みんな後ろに隠れてて。離れてはダメですよ。そうか、鳥たちを守りながら戦ってるから下手に動き回れないのか。待ってろ、今行く。二人も鳥たちも無事でよかった。はあ、まさかこんなところに魔獣がいるとはね。キリトを呼ぼうと思ったら魔獣に道を塞がれてしまったんです。キリトがいてよかったよ。そういうことか。しかし洞窟に入るならせめて俺を待ってからにしてくれよ。はい。本来であればこんな魔獣、私とジェルの二人で片付けられたんですけど、背後にみんながいたので安易に動けず手こずってしまいました。みんなを守りながら戦ったのでいつもの倍は疲れました。でも俺はみんなを守るために戦う二人を見られて嬉しかったよ。騎士として戦う信念とか矜持をさっきの二人から感じた気がするんだ。守るために戦うか。いや、騎士の教授とかどうでもいいから。なんだかいい子になったみたいで嫌です。そう言うなって、褒めてるんだぜ。まあとりあえず魔獣も倒したしここを出ようか。よし、水遊びするぞ。そうしましょう。え、俺もか。当たり前でしょ。ほら早く。俺あまり服を濡らしたくないんだけど。そんなの裾まくれば平気でしょ。浅い湖ですしそんなに濡れませんよ。まあ、なあ、分かったよ。入ればいいんだろ、入れば。素直じゃないな。ほら、ひんやりしてて気持ちいいよ。楽しい。
おいフィゼル、そんなに走り回ったら。あ、フィゼル危ない。あれ、私つまずいて、キリト大丈夫ですか？ゼル、キリトが下敷きになって助けてくれたんですよ。え、ありがとうキリト。でも服が濡れちゃったね。気にするな、俺が勝手にやったことだ。しかし完全に水に浸かっちゃったな。後で乾かさないと。まあフィゼルに怪我がなくてよかったよ。キリト。ん？どうしたリヌル？キリトは私たちを守ろうとしますよね。洞窟に私たちを探しに来た時もすごい競争でしたし。すごい競争って、悪かったな、必死だったんだよ。今だってずぶ濡れになってまでゼルを守る理由がキリトにあるとは思えません。もうそれは、まあ、守りたいから守る、それだけだ。きっと二人が鳥たちを守りたい気持ちと一緒だよ。守りたいから守る。そうだ、お前たちは妹みたいなものだからな。妹ですか？妹か。ねえデル、いいこと思いついたよ。何ですかジェル？キリトのことは今度からキリトお兄ちゃんって呼ぼうよ。確かにキリトが私たちを妹扱いするなら、私たちもキリトを兄として扱わないとですね。いや、いいから。どうしてそうなる？キリトお兄ちゃん、ほらだ、やめろって。水をかけるな。もうずぶ濡れですし、いいじゃないですか。くそ、こうなったら反撃だ。うっ、やったな。行くよネル。はい、行きますよジェル。だっ、ずるいぞ、こっちは一人なんだからな。苦情は受け付けませんよお兄ちゃん。だからその呼び方をやめろ。楽しい。あー、いっぱい遊んだね。ね、みんな。さて、じゃあそろそろ。うん、そうだね。いちっち、にっち、サッチ、ヨッチ、あのね、みんな聞いて。みんなとはここでお別れしなきゃいけないの。あなたたちはもう大人になったので、私たちの役目は終わったんです。これからはこの広い空を自由に飛び回って生きていくんですよ。それがきっとあなたたちの幸せなんです。みんなのおかげで楽しかったですよ。みんなありがとね。さあ行きなさい。ん？ほら早く行くんだよ。みんな寂しいんだな。いちっち、にっち、さっち、よっち、大丈夫ですよ。あなたたちのことは絶対に忘れません。なぜなら私たちが初めて守ったものですから。私たちのことも忘れずにいてくれたらとても嬉しいです。忘れないってさ、よかったねネル。はい、それじゃあねみんな、さようなら。みんなさようなら。行っちゃったね。はい、守るものがなくなっちゃったね。とりあえず
キリトを守ることにしよっか。それは明暗ですね。そうしましょう。なんでそうなる？だって他にいないんだもん。まあとりあえずはそれでもいいが、いつかまた二人が守りたいものがきっと見つかるさ。そうだといいです。だからそれまでは私が守るね、キリトお兄ちゃん。おとなしく守られてくださいね、キリトお兄ちゃん。だからその呼び方はやめろ。変なことを吹き込んだと思われるから。